コンタミネーションは特に科学実験の場における汚染のこと。実験汚染、実験室汚染、資料汚染などの訳語が当てられる場合もあるが定約はなく、そのままコンタミネーションとしてあるいは略してコンタミと呼ばれることが多い。コンタミネーションは本来は汚染一般を意味する英単語だが、 微生物や放射性同位体を扱う実験など、周囲の環境と実験環境とを厳密に区分けする、必要がある実験系で、一方の環境からもう一方に、本来混入するべきでない物質が混入した場合を、指す、専門用語として、コンタミネーションあるいは、コンタミという語が用いられることが多い。この言葉が用いられる分野は、生物学、分子生物学、 放射線科学、考古学など多岐の科学分野にわたる。それぞれの分野ごとに、コンタミネーションの事例や、原因物質、対策方法などが異なり、それに応じて、コンタミネーションが示す意味にも若干の違いが生じる。いずれの場合においてもコンタミネーションは、実験の失敗もしくは、実験事故の発生を意味するものである。コンタミネーションは、 大きく二つのパターンに分類できる。一つは環境中の異物が実験系に混入するものであり、もう一つは本来環境から隔離されて封じ込められていた実験材料が生活環境に漏れ出すものである。前者の例としては生物学分野で培養実験中に培地に雑菌が混入することや、 分子生物学分野で RNA を扱う実験中にリボヌクレスが混入することなどが挙げられ、この場合混入したものの影響によって実験失敗につながる。校舎の例としては放射線科学分野で扱う放射性同位体を実験台にこぼすことなどが挙げられ、この場合は実験者の被くや周辺環境の汚染などの実験事故につながる。なお、 後者のケースでは、コンタミネーションという語は、汚染されたものが、実験室や実験者など、比較的小規模の汚染にとどまった場合を指すことが多く、大規模な場合は、環境汚染やあるいは一種の、公害として扱われることが多い。人気を博した、漫画、動物のお医者さんで登場し、専門分野だけでなく一般で使われることもある。生物学分野では、 特に細胞や微生物などを人工的に培養する時の雑菌混入のことをコンタミネーションと呼ぶことが多い。また、人や環境生物に対して病原性を持つ細菌やウイルスなどで実験室や実験者が汚染された場合にもコンタミネーションと呼ぶことがある。ただし、後者については特にバイオハザードという呼び方で区別されることも多い。 雑菌混入雑菌が混入してしまった観点培地生物学の実験では、細菌や菌類などの微生物、動物、植物、昆虫等の培養細胞、あるいはウイルスなどの生きた材料を実験的に培養して利用することがある。この際、これらの生物材料のみを単独で実験対象と用いた結果を得る必要があるため、これらの材料は通常、 他の生物などの混入がない状態で培養される。これを純粋培養、あるいは純培養と呼ぶ。純粋培養を行うためには、すべての培地や培養器具をあらかじめ滅菌して、生物を全く含まない状態にした上で、実験中に空気中や滅菌されていない器具、あるいは実験者の種子などから雑菌が混入しないようにして操作する必要がある。 このような実験主義を無菌操作と呼ぶ。無菌操作をまさしく行うことができなかった場合、培地には雑菌が混入して増殖するため、本来計画していた実験をまさしく行うことができなくなり、仮に何らかの実験結果が得られたとしても、信頼できない結果となるため、実験は失敗に終わる。このような事態を避けるため、必要とされる実験では、 無菌操作をまさしく行うことが重要である。無菌操作を行うためには、クリーンベンチがしばしば用いられる。また一万一、雑菌が混入しても増殖しないよう、用いる、生物材料によっては、培地に、抗生物質や抗診菌剤を添加して用いる、場合もある。一万一侵入された場合、これを取り除く方法があればよいが、なかなか困難である。 この点で液体培地と固形培地では大きな差がある。歴史的には液体培地が古いが、これに雑菌が侵入した場合、培養菌と混合してしまうため、取り除くことはほとんど不可能で、改めて純粋培養をし直すような操作が必要になる。しかし、固形培地の場合、コンタミはうまくいけば培地表面に小さな塊を作るから、 早い時期なら、除去するのは可能である。ゴッホはこの方法を採用したために、パスツールに大きく、差をつけた面がある。ただし、固形培置であっても運動性のある、微生物が侵入すればそうはいかず、いずれにせよ、まず侵入させない工夫が大事である。バイオハザード人に対する病原体や、あるいは人には、病原性がないものの環境に広まると重大な。 被害を及ぼしかねない動物や植物に対する病原体を扱うとき、これらの実験材料を実験中に誤って、こぼしたり、実験者に付着した場合もまた、一種のコンタミネーションに相当し、これは特にバイオハザードと呼ばれる。詳細はバイオハザードの項を参照のこと。その他このほかリンパ球などの免疫担当細胞を培養する実験では、 エンドトキシンが実験に用いる水にコンタミしている場合に問題になる場合がある。エンドトキシンは細菌の細胞壁に由来する成分であり、免疫担当細胞の一部にはエンドトキシンと反応して分化してしまうものがあり、これが実験結果に影響するためである。これらの実験では特に純度の高い純水を用いる必要がある。 分子生物学分野でもまた遺伝子組み換え実験のために様々な生物材料を用いるため上記した生物学全般の問題である雑菌混入やバイオハザードがコンタミネーションとして問題となるこのため基本的な対処法は生物学分野のものと共通であるがこの他に分子生物学特有の問題としてリボヌクレスのコンタミネーションや 遺伝子組み換え生物による遺伝子汚染が挙げられる。リボヌクレスのコンタミネーションリボヌクレスは RNA を分解する働きを持った酵素である。その本来の役割は生物が細胞内で DNA からタンパク質を作り出す過程で一時的に必要になるメッセンジャー RNA についてその役目が済んだ時点で分解することだと考えられている。RNA を インビトロで扱う実験では、リボヌクレスが、料を中に混入すると、実験中に RNA の分解が起こってしまい、正しい結果を得ることができない。リボヌクレスは、すべての生物に存在しているが、いずれも、熱などに対して、非常に安定で破壊されにくく、雑菌混入を防ぐために行われるオートクレーブ、滅菌処理でも、器具や、 溶液中のリボヌクレスを完全に除くことはできない。このため RNA を扱う実験では、通常の滅菌処理、無菌操作以外に、リボヌクレスを失活させ、その混入を防ぐことが要求される。RNA 実験に用いる水は、あらかじめジエチルピロカーボネートで処理することで、リボヌクレスを破壊し、 その後、デプックの毒性を除くために所要時間経過後、オートクレーブ処理して用いる。遺伝子組み換え生物による遺伝子汚染分子生物学分野では、既存の生物に外来遺伝子を導入したり、その生物が持つ遺伝子を潰したりした遺伝子組み換え生物を作出して実験に用いることがある。これらの人為的に作り出された生物は、本来、 自然環境には存在しないものであるため、これらが周囲の環境に漏出した場合、生態系に悪影響を与える可能性が考えられる。これを遺伝子組み換え生物による遺伝子汚染と呼ぶ。このような事態を避けるため、遺伝子組み換え実験は、用いる対象の病原性の有無などに関わらず、管理区域内で正しく行われなければならないが、 一万一実験中のご操作によって実験室や実験者が汚染されると、それを介して管理区域外に汚染が広がる危険性があるため注意が必要である。また、特に遺伝子組み換え作物の場合には受粉による遺伝子汚染が問題視されており、この問題を解決するため繁殖能力を持たない作物のみを用いるなどの対策が行われている。 詳細については遺伝子組み換え作物、遺伝子汚染の項も参照のこと。化学分野でコンタミネーションとは想定しているもの以外の化学物質の混入を言う。化学実験では様々な主役や器具を用いるが主役の順度が低かったり器具をよく洗浄していなかったりするとコンタミネーションが生じる。コンタミネーションの影響は スペクトルの正体不明のピークや、収率の大幅な低下など、通常は、負の結果をもたらすことが多い。が、ごく稀には、新規な化学反応の発見などの、セレンディピティにつながることもある。個性物学、特に微化石を扱う微個性物学では、主に資料館での混入を指している。資料処理の段階における器具の洗浄不良等により、 発生する他の資料からの混入は、地層の動定や個環境分析を行う上で、致命的な失敗をもたらす。産業界では、機械加工等で加工された、金属、非金属部品で加工後に残留する付着異物を、総称して、コンタミと呼び、これら部品が必要とされる機能を阻害するものが、コンタミであり、様々な部品によって要求される正常度レベルに、 見合って製造ラインでの品質管理がなされている。コンタミを測定する方法にはいくつかあって、対象の部品を検査液で洗浄して液中にコンタミを捕獲し、さらにコンタミ最取の液を真空引きして、測定露紙状に露過を行うことで、コンタミが採取される。コンタミ採取された露シを精密電子点瓶で重量測定を行い、 コンタミの測定重量値で評価する重量法が一般的である。しかし、重量法によるコンタミ測定だけでは高い正常度を要求される、精密部品あるいは高機能な部品では高いレベルの品質管理が行えず、コンタミの大きさ、コンタミ個数等を測定し、コンタミの重量値と合わせて多面的な品質管理することが重要であるとされている。 コンタミの大きさを測定する方法として、高精細な CCD カメラを用いた画像処理法の測定器が実用化されている。これは、カメラで撮像したコンタミ画像を画像処理して、必要とされる、コンタミの長さ、厚み、材質、面積、個数の測定結果を得る。日本国内メーカーでは、森合成機株式会社がこれらコンタミ測定器を呼び、 コンタミ採取装置を商品化し、自動車業界をはじめとして、部品製造メーカーに国内外問わず多数の納入実績を有す。根校。意味や語形の似た二つの語、または公文が、双方の表現から一部分を取って一つに混合し、新しい単語、または公文ができること。例、捉える捕まえる捕まえる、と、本文批判において、 一種の系統の本文を取り合わせて作られた合成本文、根性本文を指す用語。系譜法による減点への削減が通用しないため問題とされる。ドイツ語コンタミナチオンからの訳語。根体は池田機関によるが音訳風でもある。ガソリンスタンドなどではローリーからタンクへ、タンクから車へのご給油、油脂混入の意味で主に略語を使用している。 燃料系の運送会社でこの種の事故が起きた場合、石油元売り会社、燃料販売会社、県税事務所、都道府県消防を巻き込む大事件となり、最終的にタンクローリー乗務員をはじめ運送会社が存亡の危機に追い込まれることもあり、業界では意味嫌われる事故でもある。米国業界では米に異物が混入してしまうケースと、 一品種の米が混入してしまうケースをコンタミネーションと呼んでいる。油圧では、油圧回路中に混入した異物をコンタミネーションと呼び、作動油の劣化と並んで、作動油を管理する上で重要なテーマとなっている。コンタミは装置の製造過程で混入、残留したもの、装置の運転中に内部で発生したものと外部から侵入したものとに対別できる。こうした、 固形物のほか水分もまた作動油に大きな影響を与えるコンタミである。化学メーカーでは製品への異物混入を、総じて、コンタミネーションと呼び、生産ラインの部品や触媒などから、製品のパッキング時に混入するウエスの繊維や、工具類、人の体毛に至るまで表示されている、成分以外はすべて、コンタミとなる。コンタミネーションの一種に、 クロスコンタミネーションと呼ばれるものがある。これは、検査資料や、実験対象になるサンプル間での混入を意味し、例えばある患者から採取した遺伝子サンプルに、別の患者のサンプルが少量混入する場合などが、これに当たる。このような医療分野でのクロスコンタミネーションは誤った、診断結果から、医療ミスにつながる、可能性があるため、特に注意が必要とされる。 クロスコンタミネーションを起こした場合、本来の結果とは異なる、誤った結果が得られるため、実験や診断の正確性が失われる。クロスコンタミネーションは、様々な科学実験の過程で生じうるものであり、その多くの場合、ピペットなどの実験器具や、測定機器などを介して、複数のサンプルを扱う際に、微量のサンプルが別のサンプルに混入するために起きる。 クロスコンタミネーションの実験結果への影響を避けるため複数のサンプルを実験で扱う場合対象となる物質の濃度が基地のものについてはその濃度が薄い方から濃い方の順で扱うことによって前のサンプルから持ち込まれる量の割合を減らすことができるただし濃度が未知のものを扱う場合や増殖する生物材料を用いた実験 PCR による 遺伝子増幅など、極めて感度の高い実験では、その都度使い捨ての実験器具を用いて厳密に防ぐ必要がある。ありがとうございます。